神さんです。神さんは体力がなくてもお金がなくても時間がなくても楽しんでるようなそんな人です。しかし最近楽しむ感受性というものがものすごく減ってる気がします。慣れてきたんでしょうか、新しいことによいしょ挑戦しんとあかん年頃なんでしょうか、わかりませんけども、うわちょっと電源切れてた空登れんのめちゃめちゃしんどかった。 OK、 でも電動自転車に乗って、電動マウンテンバイクですね。いやー山を走っているんです。はい、止まってしまった。お、降りた、やばいやばいやばい。むちゃむちゃ前に身を乗り出して、ちょっとでも前に体重というか荷重というか重さというか加減と登れません。これは人力でもね、電動でも一緒なんですけど。よし、今日の動画はダウンヒルとなっております。ダウンヒルって言っても、よくあるようなうまい人が走ってたりするような動画ではございませんので、ご了承ください。それでは今日も最高の山いただきます。ふぅ、乗り出した頃はね、こんなとこ走れてへんかったので、今はなんか走れるようになりましたね。あ、マウンテンバイク来てるね、朝。お、昔はちょっとタイヤが滑るだけで死ぬほど怖かったんですけど、今はなんかあれですね、はあ、そのタイヤが滑って滑ることも知ってるんで、あんまビビらなくなりましたね。まあ怖いっちゃ怖いんですけど。お、これマウンテンバイクじゃないな、なんかオフロードバイクっぽい感じがしますね。すごいな、何を根拠にって感じですけど。よいしょ、危なっ、はあ、この左足もう結構限界なんですけど、もう一歩で落ちます。はあ、のんびりリハビリ的な、はあ、感じで。おもんないかもね今日。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ふう、まあ世間の大半こんな感じちゃうんすか。うおー、俺ここあんま好きちゃうわ、怖いし。ああ久々に来た、こんなんか。おお、よいしょ、1ヶ月以上空いてますね、トレイルライド。おお、なんか生い茂ってますね、いろいろと。よいしょ、ああ若干ウェット、うわ、
爽快感、臨場感、ゼロ。ういよ、よいしょ。まあ久々来たこんな感じっすわ。いや手に力がすごい入ってる。来といてよかった。いやなんかちゃうね。あ、ちゃうっていうか、まあそれ変わるか、山の感じもね。さあ行こう。怪我はなく。こんなとこやったっけ、これ。こんなやったっけ。なんかちょいちょい黄色い葉っぱも下に落ちてて、だいぶ秋めいてますね。今は10月なんですけども、素敵やね。今日の空気圧チューブレスタイヤで 1.2 バールとなっております。前後、まあ、後ろちょっと抜きすぎた感があって 1.17 とかなんですけど。うわ、こんなね、この道とかもねフルサスなんで行けちゃうわけですけど、ハードテールだとガツンときそうですね。うわし、心拍数113、全然。おっしゃ、行こう。ふぅ、もう多分後半慣れてそうですね。久々に来るとこんな感じっすね、やっぱね。いいね。でも、おお、なんか怖いわ。一人でよかった。地味にこの辺、あの獣のうんこめちゃ道の真ん中になったりするんで、それに結構注意したりしますね。あー怖っ、あー怖っ。なんせね、左こう細いんですよね、道がね。はあ、振り返ればやつがいるっていう、なんかあったな昔。行きましょう。レッツゴー。倒れとる、木が倒れとる。狭えな。まあ、ゲレンデ走るのとやっぱなんかこうね、トレイルは全然違いますね。ゲレンデはやっぱ綺麗にねしてもらってるんでね。はい、マダニリスク、マダニアラート。道狭くねえって感じですね。うわ、集中。なんか今んとこなんかこう乗り方がすごくなんか違う気がする。体重かけてる位置が悪い気がする。獣道なので、獣がいるかもしれないんで怖いです。ぶっちゃけ怖いです。ふぅ、うわーし、恐る恐る乗ってる感じ。ふぅーし、ふぅ、心拍数も、108ですね。もっと高いと思ってた。あんまドキドキしてないな。
いいね、でもね、こういう山の中は。行こう。よかった。昨日なんか3時間雨降ったんでどうかなと思ってたけど、ほんまにややウェット完全に一人やな。すごい根っこ。うわ。怖。うわ。危な。あ、怖。オープン。怖。そら危ないわ。うわ。怖かった。ちょっと気抜いたら危ないね。気は抜いてないけどね。はあ、慣れの問題や。暑なってきた。おお、今日ちょっと滑るな。木の猫滑りますわ。うん。よいしょ。はあ。はあ、おお、ペダルがあの地面に軽くヒットしました。あ、ここ好き。いやー、やば、お腹空いてきた。何も食べてへんしな。こっちでいっか。よし。まあね、僕みたいにね、そうまいとかなくても結構楽しいですね。いやーい。ん？ん？ん？こっちかい？うわー。今日は濡れとるな。ちょっと怖いな。やっぱね、木の根っこがやっぱいつもよりは滑る気がするし、その感覚、滑るでって思っとかんと怪我しますね。おーい、きれい。リアがね、スルッと滑ったらね、こんな風になるんですよ。怖いわ。はあ、落ち着こう。心拍、106？ 嘘やろ。もっとドキドキしてますけど、意外と落ち着いてんのかな、もしかして。
体が熱いだけか。うわ、絡んだ。はい、おっぶんの。どうぞ。枝がね、なんかディレイラーとかスプロケットに挟まったらもう何になるか分からないですね。怖いですね。わーし、今日はちょっと危ないとこは降りよう。まあそういう日もねありますよね。はい、蜘蛛の巣顔に引っかかりました。ありがとうございます。よし、心拍数105とかなってるんだけど絶対ちゃうで。よし、なんかあんまドキドキせえへんな、慣れてるし。久々に来た割にはめちゃめちゃ冷静やな。うえ、ここハードテールで来る人すごいよね。ここ怖いしやめとこう今日。はあ、うん、若干濡れとんね、やっぱね。ちょっと今から頑張って標準語で喋っていきまーす。ふぅ、やっぱ怖いよねこういうところはね。乗り出す時も結構危ないからね、これ本当にみんな気をつけてよ。なんかちょっとやっぱ違うの普段ね。危ねえ、関西弁だからさ。よいしょ、はあはあ、怖いよ。ちゃうか、怖えよ。あ、ちゃうかって、ちゃうかって言ってしまったよ、ほんと。なんだよ、わあ、枝がヘルメットに当たったよ。さあさあ、お、勾配きついんじゃないこれ。標準語もうまくなってきた？ちょっと関西弁使うのやめるね。うわ、なんでタメ口なんだろう。敬語の標準語がわからない。何やってんだ、ちょっと変だねやっぱりね、言語がね。あー、いやジャスン、あー、とてもお腹が空いている、お腹が空いている。危ないよここ。なんで俺山ん中走ってんだろう。すごく気持ちいいんだけど。気持ちいいなぁ、いい風やで。あ、いい風だよ、すごくいい風。おっと、ほう、ちょっと暑くなってきたからね、風がすごく気持ちいいよ。おぉ、おっふぅ、あぁ、この辺からね、ちょっと怖くなるんだよね。とても怖いよね。おお、危ないよね。うるさいよね俺。ふう、
マリオかよ。よいしょ。うわあ怖い。うわ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 。はあ。手に力がすげえ入ってる。うわ。心拍も130まで上がっちゃってるよ。はあ。はあ。ちょっと落ち着こうか。はあ。関東関西弁使わないのね、ちょっと難しいよね、ほんと。関西から関東、まあ首都圏に行っちゃった人はやっぱ標準語になっちゃってんの？ちょっとわかんねえけど、どうなの？わかんねえとか言うの？ちょっとわかんねえ。うわぁ、なんか変だな。うわぁ、うわぁ、うぅ、一体山の中で、山の中で俺何やってんだろう。ああいやーいやーし、ただね、これだけは言えるよ、すごく気持ちいいわ、本当に。今一瞬ちょっと野生動物がいた気がしてすごく焦ったよ、怖えよ。ああ、ハトがいるね。うわ、いいね、気持ちいいよ。どう、関東弁っていうか標準語っていうかなってんのかちょっとわかんないんですけど。うわー怖い。ああちょっと怖かったね。うわ、でもね、超楽しいよ。発音合ってんのこれ。でも関西弁だったら合ってんの、だからまあ合ってんだろうね。うう、なんで方言ってあるんだろう、わかんねえ。ふぅ、方言って面白いよね、ほんと。昔仕事で仙台に出張行った時は、なんか、ちゃって言ってたかな。何々ちゃ？え、ちょっと、あれ？それ違う？あれは、それは、博多の方、九州の方なのかな？なんか忘れたわ。忘れたわ。うわ、ほどほどに。ん、合ってんのこれ。合ってんね。手に力がめちゃくちゃ入りすぎることもなく走れてるわ。これでももう終わりなんだよね。ここに来ると寂しくなるんだよね。大丈夫かなこの動画。あ、終わっちゃったよ。なんだよ、すぐ終わるじゃんって言っても30分ぐらい下ってんだけどね。今日は標準語を頑張ってみた谷さんバージョンで山下ったんだけど、ちょっとなんかタメ口になってんだよね。なんかよく分かってねえから。どうだった？なんか違和感しかなさそうだね。じゃあみんな頑張ってね。何よ。じゃあまた山で会おうぜ。じゃあみんな気をつけてね。ありがとう、見てくれて。ご視聴ありがとうございました。それでは良い何にしよう、わかんねえよ。わかんない。とりあえず怪我すんな。良い怪我なしライフを。さようなら。